枕言葉とは、種として和歌に見られる習字で、特定の語の前において、語調を整えたり、ある種の情緒を添える言葉のこと。助詞と共に、万葉集の頃から用いられた技法である。まず枕言葉の例として、百人一種から以下の和歌を挙げる。この和歌の冒頭に置かれている足引きのが枕言葉と呼ばれるものである。枕言葉はその多くが、このような語音節で、 はじめに置かれることが多い。そしてこの足引きのという句は何のためにあるかといえば、その次の山という言葉を導き出すためのものである。すなわちこの足引きのという句があれば、その次は必ず山という言葉が来る約束になっており、見た目には就職後のような文の形となる。このように枕言葉は特定の言葉と結びついた。 組み合わせで成り立っているが、平安時代以降の場合は、歌の意味には直接的に関係しないことが多いと一般には解釈されている。なお枕言葉は和歌の職だけではなく、次のように第三句にも置かれる。枕言葉の中には、飛ぶ鳥のアスカのように、アスカと書いて、アスカと読むことの根拠とされているものもある。アスカはアスカとも表記されるので、アスカは、 枕言葉によって表記と君の関係が定まったものと言われる。枕言葉とそれに結びつく言葉との関係を分類したものについてはいくつもの研究があるが、最も大別的な分類を行った、境が史郎の説によって示せば、ということになる。さらにはに分類でき、和に分類できる。極めて大雑把に示せば、音でかかるものと意味でかかるものの2種類が、 枕言葉には認められることになる。一方、足引きのやた玉ののように諸説はあるものの由来のわからない枕言葉も多い。これは万葉集の時代にはすでに固定化されていたもので、先例に習って使用され続けたものと考えられている。枕言葉は明治時代までのものを収集した福井急増の調査によれば1100種近いものが存在する。 その他の枕言葉については、以下の枕言葉の例を参照のこと。枕言葉は、万葉集から、現代短歌に至るまで、長きにわたって用いられている。枕言葉という語自体は、古今和歌集の彼女に見えるが、これは、歌枕の意味で使われていると見られる。平安時代末の人物検証の著書、古今集女中には、藤原の長の説として、枕詞。 と発音シナリーと記されている。枕言葉は古くは歌枕の一つとされ、また、字詞、枕ごと、漢字などとも呼ばれた。枕言葉という語が現在の意味で使用されるのは一条、金吉、古今憧れ猛将、清原信方、日本書紀将など中世以降の資料に見えるものが早いとされる。和解外では、風土器などに使用された例がある。 風土記ではこれらの例を、ことわざと言っており、枕言葉が、ことわざと同じように、習慣化した、決まり文句という扱いを受けていたことが想像される。語儀については、高崎正秀が後に引く折口忍の施設を、援用して、魂の宿る師匠と説明するが、すでに触れたように、枕言葉という用語自体が中世以降のものである、ことを考慮すれば、歌の一番初めに来るので、 前書きの意味での枕に近いものと推測される。枕言葉の起源は明らかではないが、古くは女子と一組のものと考えられていた。例えば慶中が女と運も枕言葉の長久運平りと説明しているのが代表的な例である。折口忍も女子の短縮されたものが枕言葉としている。近年では中西進が女子と枕言葉をいずれも、 連合表現とくくって、あまり両者を区別するべきではないと説いている。しかし、枕言葉は、風土期などにもあるように、歌の習字が原型でないと思われる節があるのに、対して、助手というのはもっぱら歌の技法である。この点に、両者の差異があると考えられる。枕言葉の源流については、早くは、間淵の漢字工のように、和歌の調子を整えるものと、理解されていた。 しかし、可能をもろは土地を褒めたたえる師匠が、枕言葉の原型であろうと考察し、この考えが、以降の研究に、大きな影響を与えている。特に近代になって、折口が言葉座を由来に持ち、のりとの言葉などと共通性を持つ、呪力を持った特別な言葉であり、それが、後世になって形外化していき、だんだんと、言語遊戯的なものとなっていったと説明しており、 学会では広く支持されている。これは、風土期の例が、地名にかかって賛美する例が多いこと、また、危機家用などに見える古い枕言葉が、土地や神明、あるいは人名など、固有名詞にかかる場合が多く、これらを賛美する表現と見られるためである。これが万葉集になると、一般名詞や用言にかかる枕言葉もたくさん、使われるようになり、範囲が増大する。 また、柿の元の人丸の時代になると、甘ざかエビスというような否定的な意味を持った枕言葉も現れ、賛美表現という元々の枠組みも失われていき、就職する五インクという風に移っていく。このような変遷をたどった要因として、観析の知識の増加など、いくつもの要因が考えられるが、最大のものは、歌が歌われるものから、 各ものへと動いていったということが考えられている。つまり、声を出して、歌を読み、一回的に消えていく時代から、歌を初期して遂行していく時代を迎えたことによって、より複雑で、多様な枕言葉が生み出されたと考える。これは、万葉集に書かれた歌を多く残している、人も色によって、新作、改訂された枕言葉が、極めて多いということによっても、 裏付けられることであろう基本的に枕言葉の成立に関して言えば、折口以来の説というのは、折口説を部分修正を施していくものとなっている。沖縄歌謡などに枕言葉の源流を求める古橋信孝の研究などは、その代表的なものであると言える。ただし、一方には、万葉集における枕言葉の実態としては、連想や語呂合わせによるものもかなり多いこと。 加えて、折り口の説明は証拠を得がたいことなどを問題として、そもそも枕言葉とは言語遊戯とする理解もある。なお、ここも和歌集以降では、意味よりも形式を整えること、語の転換の面白さに主眼が置かれるようになり、新しい枕言葉の創作も全次減少していく傾向にある。また、万葉集では、ルにかかっていた枕言葉、磯の神を、同音の 不りにしにかけたり、やはり、天、夜、雨にかかっていた、久方のを、光にかけるなど、古い枕言葉のかかり方に工夫を加えるケースも、多い。万葉集以来の言語遊戯の例としては、足引きの、足を引きながら登る、山、あずさ弓、弓の弦を張る、春などの例を挙げることができる。ただし、足引きのは、上代特殊かな遣いの問題から、もともとは、 足を引くの意味ではなく、これは人まろによる、新しい解釈と目される。また、上代文学の例では、千葉の飛ぶ鳥、空蜜のように三音節、四音節の枕言葉も、数例認められる。このことから、枕言葉が五音節化するのは、和歌の定型化と関わっていると考えられる。定型化の成立がいつ頃であるのかはつまびらかでは、ないが、空蜜を、空に、 密と改めたのも、人まろうと推測され、枕言葉の創造、再解釈に関しては、この歌人によるところが多いことは事実である。万葉集では、おおむねご音説の枕言葉が使われており、7世紀頃には、固定化されていったものと推測される。なお、韓国人系、朝鮮人系の人たちの中には、古代朝鮮語及び漢字に起源を求めようとする。 論者も少数だが存在する。以下五十音順。ありがとうございます。